日本学士院賞は日本学士院が授与する1948年創設の賞。1911年に創設された帝国学士院賞を前身とする。日本の学術賞としては最も権威ある賞である。毎年9件以内受賞する。日本学士院は学術上特に優れた論文、著書その他の研究業績に対する受賞事業を行っている。 1947年の第37回まで名称は帝国学士院賞であった。本来は恩師賞とは別個の賞であったが、1970年からは日本学士院賞の中から特に優れた各部1件、内市2件以内に恩師賞も受賞されるものとなっている。1911年11月12日、帝国学士院は三井や岩崎家の寄付金により、 帝国学士院賞を創設した。第一回受賞は1912年5月12日であった。恩師賞及び日本学士院賞受賞式。金城天皇、政子皇后臨席の下で日本学士院院長縁谷博氏が東京大学大学院工学系研究科教授、藤田誠に恩師賞と日本学士院賞を授与している。受賞者なし、受賞者なし。 ありがとうございます。